顔が、ほら笑っとるじゃん、だって新鮮っすね。新鮮っすね、だいぶまさしく新鮮っすね。いや、僕撮るのは珍しいっすよ、多分。そうそう、いつものモリリンさんいないんで、モリリンの代わりになります。今日は何するんですか？じゃ、この間僕、棚作ったんですよ、はい、100均で作って、はい、多分原価600円ぐらい、はい、で棚作ったんですよ。これ塗っていくときには何かポイントはあるんですか？塗っていくときはリスなんで、はい、あんまり溜めないように。あ、はい。もう薄く、うんうん、ほんと薄く。それを社長に売りつけようと思って。でも社長の部屋に設置してあるんですよ。そうそう、ね、領収書これ 5,000 円で、ハンドメイド。はい。ちょっと名前がちょっとやばい、ね、やらせ家具店社長金銭感覚があれなんで。でも俺らの5000円がもう社長で100円玉。でもまあハンドメイドって別に正直まあ、そうですよね、値段決まってないんで。そうそう、大丈夫、見た目じゃないですよね。そうす、いけるっすよね。行ってみましょう。それで行きますか。はい、行きましょう。行きましょう。はい、お疲れ様です。はい、あ、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、ちょっとカメラ、あの社長サプライズなんですけど、あ、これ気づきました？これサプライズ。サプライズ。ちょっとそれカメラ回ってるの。なんで？なんでなんでなんで？サプライズなんですけど、これ社長この間誕生日。じゃあもうドッキリちょっと仕上げすぎじゃないですか。じゃあドッキリじゃないですよ。社長この間誕生日だったじゃないですか。あ、うん。なんでサプライズで買ってきてあげました。じゃあなんでビデオ回ってるの？これ何でビデオ？ビデオは正確誕生日。あ、いや喜ぶの感じね。そうです。じゃあ頑張ってもらいたくて。これ YouTube になるんですね。そう、それ。YouTube あるじゃん。社長がこれが嬉しい、嬉しい、超嬉しい。棚欲しいって言ってたじゃないですか。今、うん、誕生日も兼ねて買ってきてあげようと思って、うん、ありがとう。はい、で、いや、なんか昨日、これいつから見てた？昨日か、その日ぐらいですね。もう気づいたら置いてあったの、はい、そうっす。あ、そういうことね。はい、これなんか物も置いてくれたんでしょ？そうです、そうです、うん、もうちょっとあのいい感じのカメラも棚欲しいって言っとったんだ。そうです、そうです。あー、言っとったね、はい、そういうで、一応買ってきました。うんうん。で、一応領収書だけ持ってきたんでプレゼントじゃないの？はい、あ、プレゼントですけど、僕はあの買ってくるまでの、どういうことのようなあ、買ってくるまでのプレゼント、いいものを選んで。なんだそれ。まあ仕事はしましたよ、そのちゃんと値切るっていう交渉は、うん、あー、そういうのね、はい、まあいや、嬉しい、すみません。一応あのプロの職人さんが作ったもう YouTube 回ってるので、もう今なら怒っとるけどね。そうですね。なあ、買えよまず、あ、まあプロの職人さんが作ったっていうあれで、うんうん、はい、で、まあ、領収書、そうですね、サインしてて、はい、一応5000円で。5000円これ嘘だ。いや、でも5000円っぽい。いや、それでしょこれ。違う違う、これ5000円っすよ。だいぶ、はい、あ、でもハンドメイドなの。ハンドメイドなんで、職人さんが作ったみたいな。ハンドメイドなんで。あ、俺も一緒に選んだ。いや、僕も一緒に選びました。はい、さ、これ5000円、俺、いや、いや、なんか母ちゃん置いたんだな。100均じゃないのこれ。いや、いや、境まで行って。は？境まで行ってねえんだな、こんな。いや、ほんとに、ほんとにもう。ほんとに怖い、これ。ほんとに違うらしいんですよ。木とかも、ちょっと。5000円、もしかしたら俺からなんか横領しようとしたら。これ、動画回して。いたずらだろ、これ、俺から金、まさか、ふんだくるんだろ。違う違う、誕生日プレゼントですよ、ほんとに。マジ？で、この木も、ちょっといいやつなんですよ。その、うん、今、取れない木で。絶対あのブラジリアンローズウッドって言うんですけど、そう、もういいよ、別に普通の木使ってくれよ。いや、もう本当に今取れないですよ、本当。嘘だ。はい、あの落ちた木しか使えないんで。落ちた木、はい、今生えてる原生の木は取れない木で作ってるみたいな。はい、そうそうそう。嘘だ。ほんとそれぐらいのやつ で職人さんも結構、うん、この棚作る専門の職人さん、この全部計算されてる。嘘でしょ。この全部計算されてます、この絶対嘘、絶対嘘。そう、何これ、このネタ、はい、これバレバレだし、なんかまあでもハンドメイドですよ。そうですね、ハンドメイド。ハンドメイド、もう別にいいや、手作りじゃなくてこんなことやな。もうこれサインできんやろこれ。領収書だったら一応ね、ルール上、まあこれ見せねえのか、会社名書いとこ、はい、これ会社名入ってます。そうですね、会社名。なんかこれ、やらせ家具って書いてあるじゃん。やらせ家具やらせ、発音が違います。やらせ、なんかこれ、やらせ家具ってあれですよね、多分寺西さんの地元の業者さん。絶対いたずら。もうバレバレだって、もう顔が、ほら笑っとるじゃん、だって逆に絶対5000円は嘘よ。逆にいくら、いや、俺もうこれ5000円でもし買ってきたら首いや、僕も思ったんです。ちょ、マジで、はい、じゃこれは本当すいません、試しました、社長、ちょっと試しました。これ実際いくらだと思いますか？いやー、わかんない、俺もゼロで見えた。
いや、でもこちら本当にいらない、もういい、ちょっと言っていい、もう棚欲しいって言ったら嘘もう入れない、マジで本当はいくらなら、いくらなら買います。本当はいくらなら、まあでも言ってもいくら、これあげんない100均だろ。まあ、もうちょっとちっちゃいサイズだったら100均で売ってますね、多分。いくらじゃん、どうよかったのこれ、マジで。これさ、これあれですちょっと俺、違った、反応が違った、これあの、まずい。いや、俺も動画回っといて、ちょっと反応した方がいいのかなと思って。はい、どうしよう。はい、100円でしょ、こんな。100円じゃないです。もうこの動画終わってもいい。落ち何、俺何言ってほしかった、騙される手だったんでしょ、だった騙されるもんで、これこっちがいや、まいったっすね、まさかの展開で、ちょっと落としてよ、はいはい、社長の目正しいっすねまあ、そうだ、まあ正直僕も見て初めて見ましたけど、まあ、はいはい、まあこれ僕も思うんですよ、2000円ぐらいですよね、ちょっと2000円死んでしょうもんな、1500円ぐらいですか、500円、いや500円はさすがにないです、だって100均の300円で言ってくるよ、でもこれ100円やで、これ2個で200円やで、あでもこっちの方がやっぱスペースある、こっちの方が上でしょえ、でもこれってなんかあるじゃないですか、これだってやっぱ工場で作られてる、これだってハンドメイドっすよ、ハンドメイドじゃないでしょこんな、多分、いやハンドメイド、ハンドメイドは本当です、嘘だ、本当に、多分どっかの職人さんが、うん、あの仕事を終わってちょっと疲れ果てた体で、うん、多分作ってます、嘘や、カメラ回ってる、ちゃんとお前カメラ回ってますよでもどこ映してるかな、そっちが気になっちゃったよ、いやドッキリでしょこれ、でもなんか、まあ、ちょ5000円はちょっと5000円かな、しかもだってやらせ家具とかもね、もうおかしいもん、でこれ本当は俺5000円で買ってやらせ家具みたいな感じの感覚だったでしょ、まあそれは見てるもう、そのネタがそのこのドッキリ、ちょっとこっちも分かりづらい、落ちづらい、じゃあ5000円じゃないです5000円はすいません、ちょっと無理だ本当は意外と、本当は3000円です、3000円、いや3000円ないな絶対ないって、いや多分拾ってきたでしょ、現場でお客さんが回ったんじゃないの、いや違う違う、もしお客さん見とったら失礼になっちゃうから、本当に買ってきました、現場でちょっとこれちょっと勝負しといてくれるんです、ここに置いてみたいなネタじゃないの、いや違う、で社長5000円で買うかネタじゃないの、はい、買ってきました、買ってきました、いくらいくら、500円、2500です、絶対です、なんだ下がってとるし、おかしいやん、だって3、いやいや、いくらいくら、500円でしょ、300円、まあ、まあ、ちょっと用つけて500円、まあこれほんで500円で買わなかったらもう目利きが悪いわ、100円でしょ、300円でしょ、ちょっともう熟考してよ、もうなんかもうネタが失敗したからってさ、どこで落とそうかなってなんか考えとるね、もう言います言います言いますね、これ500円もう言います、100円、ただこれただでしょ、違う、ただより高いものないですよ本当にただよ、お客さんがくれたでしょ、違います、これ実は、うん、僕が作ったんですよ、え、嘘、はい、社長がただただって言ってるただいいか、社長ただいいか、これ100均で買ってきたんですよ、あ、で、ハンドメイドね、そうです、あ、100均で、そうです、でちなみに100円じゃないですよ、これなんでなんで、かかってると原価600円かかってます、うん、あ、1、2、3、4、5の、あと塗料、あー、塗料も入れて、そうです、あ、そう、キシラデみたいなの塗ったの、そうなんです、水性の、はい、あ、それはいいじゃん、カメラ、もう完全にだってカメラ持ってきた人で、これ皆さんね、ドッキリだけど、はい、おかしいから、カメラ持ってきたからあ、そうでしょ、ネタがね、ちょっとわからんけど、まあ、ちゃんと解説はしようんだ、そうです、しっかりとした、はい、だけどこれ騙さないよ、まあ、だけど自分で作るならいいと思うよ、はい、うん、まあだけど、1000円で売ってても買わんくない、ほら900円になるかもすか、え、構わない100円ぐらいでそうですよ、でも本当ありがとう、ありがとう、あんたプレゼントだ、そうですね、だけどその高が600円も実費じゃないでしょ、プレゼントっていうのもそうでしょ、会社の経費でしょ、600円ももう OK ですよ、申し訳 OK です、はい、